9月7日水曜日、全国の天気をお伝えします。西日本は晴れて日差しが届きますが、東日本では台風一過の空模様とはなりません。西日本はこのように日差しが届くところもありますが、近畿の東部の方では雨が降りやすく、だんだんと東になるにつれて雨の降るエリア拡大をしていきます。東日本ではこのように雨の降りやすい天気となりますので、外出には折りたたみの傘があると良さそうです。一方、北日本、東北の北部から北海道では日差しが届きますが、特に北海道沿岸では暴風レベルの風に注意が必要です。朝は強く降る可能性もあり、交通への影響も懸念されます。最新の気象情報をご確認ください。以上、全国の天気をお伝えしました。